から特訓だよ。みんなも集まってくれてありがとう。今日はみんなよろしくね。ナイ先輩にはカスミンが最高に可愛く写ってる写真を撮ってもらったことがありますし、カスミンたちにできるお手伝いなら何でもしますよ。ねえ先輩、あの集合写真のカスミン可愛かったですよね。まあ確かに皆さんも可愛かったです。でも一番はカスミンでしたから。それで今日は私たち何をしたらいいですか？具体的にはどういった特訓を？今から説明するね。写真は一瞬を切り取るものって本で見たの。だからしおりこちゃんたちにはまいちゃんの被写体になってほしいんだ。ポーズとか撮る？ううん、みんなこの公園で好きに遊んでいて。え、遊んでいいんですか？うん、私みんなが楽しく遊んでる可愛い一瞬を切り取れるよう頑張るからさ。そういうことなら私シーソー乗りたい。カスミンはブランコがいいな。一番目立てそうだし。じゃあみんな楽しく遊ぼう。はーい。みんな元気いっぱいだね。これは撮りがいがあるよ。舞ちゃんすごい、木の上から撮ってるよ。うん、自信をなくしたって言ってたけど、それは写真が嫌いになったってことじゃないんだよね。舞ちゃんは写真が大好きだからこそ辛い気持ちになっちゃったんだよ。特訓で少しは自信が戻るといいな。でもあんなに高いところまで登ったら危ないかな。私ちょっと行ってくる。きっとそう。そうじゃなきゃあんな楽しそうに撮影しないよ。でもあんなに高いところまで登ったら危ないかな。私ちょっと行ってくる。